はい、皆さんこんにちは、カプコンの小野です。今日はストリートファイター5の5つの推したいポイントを皆さんに紹介したいと思います。ナンバーワン、まずは皆さんに伝えたいのはストリートファイター5の様々なキャラクターです。今回の E3 のプレイステーションエクスペリエンスではバーディーとキャミーを紹介しました。皆さんバーディーで、あ、と思ったと思います。でもこういうあ、っていうキャラクターを僕らはちょっと5ではいろいろと仕掛けていきたいと思ってますんで、これからの発表もちょっと切り止めておいてください。ナンバー2、まずは皆さんに触ってもらって感触でわかるゲームシステムです。で今回一番大きなポイントというと V システムと言われている、まあ、崩壊すると B システムなんですけども、こう形を今回皆さん提供しました。で細かくはいろいろとプレイステーションブログの中に書いてあるので細かい設定はいいんですけども、このシステムを使うこなせるっていうことがですね、このストリートファイター5のまずこのハードルというか、この楽しさを知るか知らないかの場所になります。でもこのハードル実は非常に低いです。入力システムもですね、非常に単純なコマンドにしてあります。ですので今までこの格闘ゲームに携わってなかったなとか、ちょっと遠慮だなと思ってるあなた、ぜひこの V システムを使いこなせるようになりますので、一度スイートファイター5の世界に入ってきてみてください。ナンバースリー、ナンバースリーはですね、今回こうスイートファイターシリーズとしてはほぼ初だと思うんですけども、ベータサービスで皆さんの意見をキャッチアップします。7月の23日から、皆さんに、お届けしたいと思ってます。今まではですね、日本であったりとかアメリカとかで一部のところでのロケーションテストだったりとか、そういうところだけでスタートして一部の人しか意見聞いてなかったんですけども、今回はワールドワイドでこのベータサービスを通じてですね、意見を聞いてみたいと思ってますので、ぜひ皆さん参加してください。ナンバー4、ナンバー4に関してはですね、まずオンラインシステムです。今回のストリートファイター5、今までの4のシステムとは大きく変えていきます。もちろんマッチングシステムのところも変えます。皆さんがちょっと気にしているそのプレイのするラグのところに関しても大きく改善した通信システムを入れました。それよりももっと大きなことはですね、皆さんのコミュニティ同士をつなげる新しいシステムを今回搭載しましたので、ぜひこれもですねベータサービスを通じて皆さんちょっと体験してみてください。新しいストリートファイターのエクスペリエンスを皆さんが感じていただけると思います。ナンバー5、これはもう皆さんもういろいろとご存知かもしれませんが、カプコンは年間通じてカプコンプロツアーを行ってます。もちろん今年の2015年もですね、世界各地でカプコンプロツアーを行ってるんですけども、このストリートファイター5に関してもですね、将来このツアーっていうのは考えてます。で我々としてはそのプロツアーの中でもですね、いくつかの場所では新しい5の新要素を皆さんに提供したいと思ってますので、このプロツアーから試合を見るだけ、試合を参加するだけなく、5へのこのつなぎ方、5へのこの接触っていうところに関しても皆さんぜひ興味を持っていただければなと思ってます。